はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、世界大恐慌の足音が聞こえるをお送りいたします。よろしくお願いいたします。公民家に戻ってきました。風がですね、 強くて、古民家の裏軌道をですね、どんどんガンガン叩くんですよ。まあ、その音がたまに入るかもしれません。ご容赦ください。あのですね、まあ、世界大恐慌の足音が聞こえてきたというタイトルでお送りしたいんですけれども、まあ、これあのー、まあ日本もね、まあ世界、まあ、世界って言っても、まあ、ヨーロッパですよ。 ヨーロッパがひどい。うん。あの、経済的にどん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 おかしくなってますね。でこれ嘘ばっかりね、発表して、まあ雇用の統計だとか、ね、あの、なんかいい数字ばっかりね、あの、発表して、で、3ヶ月とか半年経ってから、あ、すいません、あれ、あの、間違ってました。訂正しました。おいや、おかしいと思いますよ。あの、日本もそうですよね。 うんなんかプラス成長で、ね、発表して、いや、実はマイナスでしたとかね。で、また訂正して、いや、マイナス、実はマイナスも、あの、すごいマイナスでしたとかね。おかしくないですか最初から分かってるんですよ。分かっているのに、いい結果を出して、で、3ヶ月、ね、半年遅れて、あごめんなさい、間違えちゃった、あの、なんか、うんとね、計算ミスかなとか言いながらね、 実は悪い、あの、マイナスなんですよね、とか。で、これって、もう、いい,い加減も、ね、いいとこじゃないですか。だって、それによって株価とか、ガーンと上がって、なんだ、日本ってプラス成長だったんだ、みたいね。で、株価バ,バババーンと上がって、で、実は、いや、マイナスだったんですよ、って。ずいぶん経ってから発表したので、まあ、もうどうしていいかわかんないですよね、投資家もね。 うん、まあ、どういう反応したらいいのかななんて思いながら、らそれを狙ってるわけですよね。まあ、誰かが陰で儲けてるんですよ。んで、うん、まあ、一般の方が損して、ね悪い奴らが儲かってみたいな、まあ、そういう発表をわざとやってるってことですよね。では、今日、ヨーロッパ、どれぐらい何がひどいのか。えー、まず、ドイツですね。フォルクスワーゲン。VW ですよ。フォルクスワーゲン。 これはもともとあの、フォルクスワーゲンっていうのは、あの、第二次オワシ大会の時に、ぐんぐん車両を作っていった会社なんですよ。で、もともとぐんぐん車両専門の会社だったんですよね。生産会社。ぐんぐん車両のね。だけどまあ、戦いが終わりましたから、じゃあどうするこれ。うんね。この技術を何か活かさなきゃということで、まあ、車を作り出したわけですよ。 それで大きくなって、まあ、大工場になってね、あの、大きな会社になって、世界に君臨するほどのね、まあまあ、あの、トヨタの次ですから、フォルクスワーゲンね、大きい会社ですよね。世界中にフォルクスワーゲンの車を売って、特にまあ、ヨーロッパですよ。ヨーロッパ全体で、ものすごい台数、ね、あの、みんなで、いや、いいね、いいねって言って、フォルクスワーゲンに乗っていったのは、一昔前の話で、 だんだんね、フォルクスワーゲン乗んなくなっちゃったんですよ。なんでうん、これは、ま、いろんな事情があるんですよ。まずあの、電気自動車にあんまり力を入れていなかったということで、ヨーロッパって電気自動車じゃなきゃいけないっていうふうにね、なってきたじゃないですか。で、あと何年かで全部電気自動車しか走っちゃいけないとかね。まあ、そういうふうになってるでしょ。厳しいわけですよ。で、その中でフォルクスワーゲンって電気自動車、あの、開発しそびれちゃったんですよ。 いや、電気っておかしいだろ、みたいに言っててね。あんまり開発しなくて、で、もうね、なんか、ちょっと、あの、遅くなっちゃってるんですよね、開発が。で、あの、中華飯店にどんどんやられてしまって、中華飯店は、まあ、作るの早いですから、ああ、そうか、ヨーロッパに電気自動車を輸出すればいいんだな、ということで、安くて、ね、電池の長持ちするで、急速充電の電気自動車を安い値段で作って、まあ、ガンガン輸出してるわけですよ。 で、あの、ヨーロッパの方々は、もうお金なくなってきてますから <laughs>。やっぱりあの、ね、あの、ぐんぐんがすごくて、まあ、応援してますからね。あの、銭大好き、ね、お,あのお金が大好きな国、支援したり、ね。で、イスラちゃんのところにもね、かなり、あの、まあ、支援してるわけですよ。日本も同じですよね。まあ、日本とだからのヨーロッパっていうのは、時間差あれど、 似てるんですよ。似たことが起きてる。特にね、イギリスとそっくり。イギリスと日本、イギリスの方が先に進んでるけど、日本はイギリスの後追いをして、イギリスと同じことが起きるんですよ。だから、あの、半年ぐらい遅れて、ね、あの、遅ければ1年ぐらい遅れて起きることもあります、まあ。とにかくイギリスで起きてる社会的なこととか、特に経済的な部分ですよね。後追いをして、日本で同じようなことが起きるんですよ。 だから、イギリスで半年一年前にね、まあ、金利がどんどん上がって、もう本当にね、まあ、住宅とか一軒家、マンション、買った人が、ローンが払いきれなくて、どんどん取られちゃって、もう、テント暮らしになっちゃったんですよね。あとは、実家に帰ってるとか、兄弟で転がり込んで住んでるとか、いいとこの家に住むとかね、本当にね、友達とシェアハウスで、あの、シェアして暮らしてるとか、 もうね、みんなね、大変な目にあって、それも今まだ続いてるんですよ。ひどいんですよ。まあ、電気代とかガス代も上がってしまったしね。うん。まあ、日本は、これから、電気代、ガス代がね、どんどん上がっていって、まあ、イギリスと同じようなことになるんですよ。間違いなくなる。まあ、なってきてるしね。まあ、なるんですよ。だからね、あの、今、イギリスで起きてることは、そっくり日本で時間差で、 ちょっと遅れて起きるわけですよ。その中で自動車を持たない人が増えてきた。自動車を2台持っていた人が1台にしたりとか、1台あった人がやめた。もう自転車にしちゃったとかね。もう、あの、もう電車でいいやとかね。本当にそういうふうになってきてるんですよ。あとは友達とあの一緒に乗るとかね。あの、レンタルみたいな、リースみたいな、まあ、車にしちゃうとか。 ね、カーシェアリングですかあれで、まあ、使いたい時だけ乗るとかね。本当にそういう風になってきてるんですよ。あとはまあ、お金がなくなってきたっていうのもあるわけですよ。そんな新車買えないと。ね、もうあの、車はいいよ。もう歩くよっていう人もいるんですよ。自転車でいいよっていう人もいますよ。もうあの、キックボードでいいとかね。だからもうね、若者でも、いや、車はもうちょっと維持できないなっていう人が増えてきた。その中で、 まあ中華判定の安い電気自動車がまあ売られてますしね。まあ、買うんだったらどうせ電気になるんだったらこれでいいやって言って、まあ、それ結構爆発的に売れてるんですよね。あのいいですよ。あの形も可愛いし、まあ、性能もそこそこいいですよね。んだからそれを買ってしまう人が多いので、フォルクスワーゲンのエンジン式の車が全然売れないんですよ。で、その煽りを食らってですね、フォルクスワーゲンは なんと、数万人の従業員を削減することを発表したんですね。さらに、工場もどんどん縮小、えー、再編成、予想を上回る大規模な縮小に、まあ、あの、うん、まあ、至るっていうか、もう縮小するしかないということで、もしかしたら潰れちゃうかもしれない。なくなっちゃうかもしれない。それほどすごいんですよ。 あの、全然もう、車が、あの、ダメなの。これはね、アメちゃんのところの車の会社、やっぱりね、アメちゃんのところって、ね、世界のアメ車っていうことで、すごかったんですよ。あの、アメリカの車ってすっごい嬉しかったんですよ、日本でも。なんだけど、やっぱりトヨタ自動車、日産とかね、あの、ホンダ、マツダ、もうそこら辺が世界を、まあ、量がしてきたんです。あの、もうトヨタがすごい、 だからもうトヨタ車になっちゃったんだよね、全部ね。トヨタは性能もい,いし、安いし、いいよっていうことで、ヨーロッパもそう。アメちゃんのところもそう。だからアメちゃんの車やられちゃったわけですよ。もういいよ、でっかい車で排気量 5000cc、6000cc。ね、ガソリンばっかり食って、リッター3キロしか走んない。冗談じゃないよと。だって今アメリカでもね、あの、リッターがね、200円前後のところいっぱいありますから、州によってね、高いですよ。 日本と変わんないかも、それより高いわけ。だからね、いやいや、冗談じゃないよと、リッター3キロじゃ、走ん、もう、走んないでしょ、車そんなにっていうことで、まあ、トヨタ社買ってるんですよ。ねハイブリッドだったら、リッター20キロ走る。いやいや、ありがたいなっていうことで、ハイブリッド車が売れてるんですよ。本当にね。まあ、それほどね、ガソリンを気にしながら、生活しなければいけなくなる。 そういうふうにアメリカ国民も思ってもいなかったんですよ。これはあのドイツだろうが、まあヨーロッパ全体、イギリスもそうですけれども、まあ、みんなね、そんなことね、考えてもいなかった。あの電気代、ガス代がね、急に上がって、電気、ガスを、その料金をね、払うのに、宿泊するなんてね、予想もしてなかったです。そして車を持っていたら維持費で、ガソリン代とかで、 もうびっくりするような、あのことになってしまうなんて、誰も思ってなかったんですよ。で、その誰も思ってなかったことが襲いかかってきて、みんなボンビになっちゃった。もう給料あんまり上がんないしね。まあ上がってるとこあるんだけど、いや、そんなに上がってないですよ、本当に。うん、だけど物価がね、2倍とか3倍になってきてるんでね、給料だって3倍ぐらいになんないと暮らしていけないじゃないですか。そんなには上がってないですよ。 が日本より上がってるよ。日本より上がってる。日本は上がらないね。未だに時給1000円で、まあまあ、田舎なんかだといいもんね。1000円だとね。あ、時給1000円かっていう感じじゃないですか。でもよく考えたら時給1000円じゃ暮らしていけないんだよね。だって毎日8時間で8000円でしょ ?8000 円まるまるもらえないじゃないなんか引かれるからね。ねえ、7000円ぐらいもらえればいい方でしょね ?7000 円もらって、 月に、例えば、20日働いて、14万だよ。手取りで。14万。無理でしょ ?14 万じゃね、アパート借りて、電気代、ガス代、水道代払って、スマートフォンのお金払ってね。余裕持って暮らしてはいけないでしょ、14万じゃ。無理だよね。だって、田舎だって、4万前後はするよ、ちっちゃいアパートも。ね。そしたらもう10万しか余らなくて、 電気、ガス、水道とスマートフォン。ねやっぱそれで3万円ぐらいはいっちゃうしどう考えたってね。いや、もう目も当てらんないじゃない。7万しか残んない。ね七7万。7万でご飯食べなきゃいけないんだよ、その中で。ラムーだよね。<laughs> ラムー。あ、そう。報告しなきゃいけないと思って、ラムー行ったの。もう面白かった。ラムー。 いやらはむね、徹底的にね、見てきましたよ。安いね。野菜もフルーツも何もかも。安い。リンゴ1個ね、113円。113円税込みだよ。安くない ?113 円は安いよ、リンゴ。リンゴ結構高いからね。いや、いろんなもの安かった。びっくり。うん。あのね、あの、いろいろ買ったの。 もうチビとね、お菓子だとかね。ま、バナナ買って、お菓子買って、で、お弁当を、私食べるんでね。お弁当をね、あの、4つ買ってみたんだよね。お弁当4つ。うん。で、お弁当4つと、あと何買ったかなんかね、買ったんですよ。あの、甘いものとかね。いろいろ買ってあ、ポップコム買ったの。でっかいポップコ信じらんないぐらいでかいの。本んとですよ。どれくらいある ?60 センチぐらいあるよね。 袋の長さが。全部ポップコーン詰まってるの。その巨大ポップコーン。ね ?60 センチ。そういうのも買って、全部買って、いや、いっぱい買っちゃったなカゴいっぱいなの。でレジで、ピッピッってやるでしょ ?1400 円です。1400円だよ。お弁当4つ買ってだよ。ポップコーンのそんな60センチのに、目いっぱい詰まってるやつと、ね あとなんかデザートみたいな甘いやつとか、ねいろいろ買ってバナナとか。1400円 <laughs> なんか逆にあの、逆にひっくり返りそうになったね <laughs>。1400円ですって言われた時に、えー、えええって。<笑><笑>だってカゴいっぱいなんだよ、本当に。いや、驚いたね、1400円。でね、まあ私のお弁当ですけど、えー、っとね、海苔190いくらだった。 198円かなんかかな。海苔弁ね。美味しいの。普通なの。いや、でっかい白身魚のフライも。美味しい。まら、美味しいじゃん。普通じゃん。と思って。ね。ご飯の量が若干少なめだったけど、まあ、そうでもないですよ。本当に。まあ、あの、小食の人だったらそれで海苔弁198円かな。まあ、それで1個でもういい、いいですよ。それでね。 ウーロン茶とかペットボトルもめっちゃ安いんですよ。83円かなんかで売ってるんですよね。83円。ペットボトルのでかいやつ。83円ですよ。紅茶とかウーロン茶とかコーヒーとか。83円。なんなの一体。<laughs> そうそう、飲み物も2本買ったの。ね。で、パスタ。山ほどね、夕方行ったんだけど山ほど積み上げたパスタ。 和風パスタ買ったんだよね。これは申し訳ないですけど、90円だったかななんかそれぐらいなの。まあもうだいたい80いくらだったか、80何円だったかと思うんだけど、まあほぼ90円だった。ね。量いっぱい入ってるわけ。パスタいいじゃんと思って、海苔弁当パスタ食べようかなと思ってね。あとお茶が83円なのね。もうほんと、 な子供の、なんか昔の駄菓子屋みたいな感じだったけど <laughs>、で、買ったわけパスタ。90円ぐらいの、いっぱい入ってるんですよ、本当に。ですっごい山積みだったの。なんでこんな美味しそうなのにみんな買わないんだろう、90円でと思って、まあ買ったの。で、食べたんだよね。海苔弁は、あの、先海苔弁食べて美味しかった。ウーロン茶も美味しい。普通のウーロン茶。ね。わ、美味しいああ。いいじゃん、と思って。ね。ちょっとペットボトルがペコペコだったけど、 まあそんなのいいよね。どうせ捨てちゃうんだもんね。でもまあ美味しいの。海苔弁食べて。あ、そうだ。パスタがあったっけと思って。でかいの。開けて、食べたの。いや、あのね。もうね。今までいろんなパスタを食べてきたんですけど、あれはね、ラムーのパスタは、パスタじゃなかった。なんだろう。<laughs> あの、沖縄そばだね。 あほんと、沖縄そばが乾いてるんですよね。ポソポソに。うん。あの、あれ、もしパスタだとしたら、私が今まで食べたパスタの中で、ワーストワンだね。<laughs> ひどい。<laughs> ひどすぎる <laughs>。安いよ、確かに。<laughs> 安い。だって、でかいんだもん。でかいパックで90円ぐらい。90円いってないと思うんだよね。 でもう美味しそうなんですよ。見た目美味しそうなの。食べたら沖縄そばだった。沖縄そばだと思って食べたら美味しかったですよ。だからね、ちょっとね、途中でね、あの、二口ぐらいで考え変えたの。うわぁうわ、まずいと思って、<laughs> こんな、こんなまずいタッがこの世にあるのかと思って、うわーと思ったんだけど、あれ待ってよ、なんか似てるぞ、味がと思って、なんだろうと思ったら、沖縄そばに見せたんですよ。 これは汁のない沖縄そばだなと思って、あれちょっと待って待って、沖縄そばだと思ってね、あ、沖縄そばなんだなと思ったら美味しくなったの。沖縄そば美味しいじゃん、沖縄そばだと思って。あれパスタだと思って食べなければ美味しい。変なのいや、本当に。ラムめっちゃおかしい。ラム面白いね。ラムまあ、隅々まで見ましたけど、お店も広くてね、 綺麗で買いやすいんですよ。いやー、やったら安いんだよね。驚くほど。なんでなんだろう。なんで他のスーパーであんな安くできるんだろうね。同じものなのにね。不思議でしょまあ、驚きました。まあ、混んでたね。だからね、いろんな人が。やっぱラムーだけあるよ。なんかラムーって、ちょっとなんだろう。ね、中東っぽいじゃないね。中東の人が、 外で、あんな、あのうまおうまぁ、とか言いながら、みんなで弁当食って本 <laughs> ほんと8、8人ぐらいで、おにゃ、もう、もう、うまとか言いながら、弁当食ってるんですよ。ラムーだ、と思って。やっぱラムーじゃん、と思って。ラムー楽しい。ねえ。まあ、ソフトクリーム食べたりとかですね。たこ焼き500円。美味しいです。いや、本当に。ラムーでね、 こんなに豪華に使っちゃって、お金使って食べちゃっていいのかなと思って気がついたら、あの、1800円ぐらいしか使ってなかった。すっごい使った気がしたんだけど、だっていっぱい食べたし、<laughs> すごい、ねえ、バナナも買ったりとかですよ。ラムすごいですよ。まだ、あの、ポップコーン丸々残ってますよ。食べきれないで。<laughs> ラム。バナナとポップコーンがまだ残ってる。 いや、すごいね。楽しいですよ。皆さん。ラムーがあるといいね。そばにね。まあ。いや、あの、人によってはね、いや、ラムーやだよ、ラムーなんかっていう人いるんだけど、お、面白かったですよ。あの、商品一つずつ丁寧に見ると、まあ、楽しい商品が置いてあります。うん、まあいいんじゃないですかね。あだから、パスタはね、もう沖縄そばだと思って食べると美味しいです。 あ沖縄そばが置いてあるんだと思ってね。パスタだと思って食べると、今まで食べたことないパスタ。<laughs> いや、本当に。いや、だけど、沖縄そばっと思ったら本当美味しいですよ。本当にに、沖縄そばなんだなと思ったら、なんか沖縄がもう頭の中駆け巡ってね、なんか美味しさ爆発しましたから、<laughs> そうやって食べるといいですよ。そうそうそう。ね。まあ、だけど面白いね、いいお店でした。ね。勉強になりました、いろいろね。 まあ、フォルクスワーゲンですよ。フォルクスワーゲンの話に戻んないといけないんですけども。あのー、やっぱり景気が悪いのは車とかに出るんですね。大物にね。まあ日本だとまもなくマンションに出てきます。一軒家マンション。まあ、マンションの方が早いですよ。まあ早い話は売れ残っちゃう。ね。売れ残りが出ちゃうということですね。マンションのね。マンションで売れ残りが出ると、まあ販売会社は痛いんですよ。 値段ぐんぐん下げなきゃいけないの。でもそれってね、やっぱり住民の間で後々問題が起きるんですよ。あの、格差があってね。あの、例えば7000万ぐらいで売り出していたマンションが、売れないからって言って5000万ぐらいまで下げて買った人が、5000万で買ったのおかしいじゃないとかなるんですよね。で、だから、買った値段を言わない方がいいですよね。あの、言うとね、あの、揉めます。必ず。 なんでそんなに安く買ったんだとかね。まあ、なんか意地悪されてしまうんですね。まあ、日本で間もなくマンションの問題もう吹き出してきますよ。まあ、売れ残るということですね。あと、高級ブランド品ですよ。あの、イタリアのね、あのブランドメーカー。まあ、高級時計とか、カバンとかね。そういうのを作ってるとかあるじゃないですか。それがね、もう大変。火の車になってきました。もうね、 売れないの。売れないから、労働者をもう首にしたい。首にしてるんですよ。どんどん、あの、給料も、まあ、上げないで、過酷な労働に切り替えて、過酷な労働にするとみんな辞めていくじゃない自分から。で、辞めさせると、なんか払わなきゃいけないでしょ退職期みたいなものをね。だけど、自分から辞める分には、払わなくていいから、労働を過酷にして、ギリギリ限界まで、 あの、法律ギリギリまで過酷にして、自分から辞めるようにしてるの。これってやるんだよね、企業ってね。日本でもまもなく始まりますよ。ギリギリの状態にして、自分から辞めるようにね。で、こっちからや、もう、あなたクビですよって言うとね、これは退職金を払わなきゃいけない。たくさん。だけど、自分から辞めるって言うと、ね、あの、全然違う形になるわけですよ。まあ、それを狙って、 でですね、自分からどんどん辞めるように仕向けているんですよ。きついんです労働が。うーん、まあね、これはね、だからもう汚いやり方で、どん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 従業員削減に取り組み始めたんですね。まあ、あの、高級ブランドの、あの、もういろんなメーカーが、それをフランスでもそうだけど、始めました。まあ、売れないってことですよ。だからバック一つ30万、40万でね、 まあ、お財布もね、15万とか20万のお財布じゃないですか。大体、お財布に入れる中身がないのにね、15万の財布を買うわけないんですよね。だって、中身持ってないんですよ。お金、お札がないのに、ね、お財布だけ15万じゃちょっとおかしいでしょ。<laughs> 何やってっけよくわかんないですから、からそういう高級財布、ね、高級なお財布が売れなくなってしまったんですよ。ああ、そう。今日ね、 あのー、倉敷からね、関西の方帰ってきたんですよね。で、大阪に向かってる時に高速で、あ、そうだ、ガソリン入れなきゃなと思って、まあ、半分、ちょっとかけるぐらいになったので、まあ、ギリギリでも家まで着くかなと思ったけど、まあ、入れといた方がいいじゃないですか。で、高速でガソリン入れたんですよね。そしたら、あの、支払いの時にいや、お客さん困るんですよねって言われたんですよ。何言ったか全然わかんなくて、最初。 お金足りないんですかこれじゃ。なんか耳がおかしくなったのかと思って、2300円って聞こえたんですよ。え、だから2300円を払ったら、お客さんこっちが困るんですよねって言うんですよ。こっちどっちえ、何え、な、何がですかって言ったら、いや、この2枚の千円札あるじゃないですか、と。あ、はい。こっちが困るんですって言うんですよ。何言ってるかわかんなくて、え、 そちらが困るんですかとか聞いたら、いや違う違う。お客さんこの2枚あって、この左手に持ってる私が持っているこのお札、わかります見たんですよ。新説だったんですよね、声円が。9札と新説が今混ざってるじゃないですか。で、新札を、こうやってなんか出すんですよ。私の渡したやつをね。え、これ、え、この新説が困る、どういうことなんですかって言ったら、実はうちのガソリンスタンド、あの、ちょっと経費が、ね、 あの、ちょっと難しくて、その、って、なんか、うじうじ言ってるんですよ。で、ピンときたんですよ。あ、新しい、なんか、お札の機械を導入できなかったんですね。高いからって言ったんですよ。だいたい200万ぐらいかかるからね。そうなんですよ、って言うんですよ。あ、そう、じゃあ、え、500円玉だったらいいのいや、500円も新500円玉がダメなんですよって、ちょっとめんどくさいことになってきたぞと。え、で、新1万円だってもダメなんですよね。 そうなんですよ。ちょ、ちょっと待ってくださいって言って、2300円戻して、5000円札あったんですよ。あの、昔のね。昔って古い方。新しいんじゃなくて。で、あ、これ5000円だっていいですかあ,ありがたい。その5000円だったら大丈夫ですって言って、その5000円でお手にもらったんですよ。いやー、大変ですね。だから、あの、新しい紙幣に対応した新機種の、 ねその生産期、買えないんですよ。200万するから。いやそうか。来てるなと思いながらね。だってお客さん、怒り出すお客さんいるでしょだって、全部診察になっちゃったらね、診察ばっかり今多くなってるから、診察、お財布の中全部診察だったら、お金持ってんの払えないってどういうことなんだよってなるじゃないですかね。いやー、これはもう本当問題ありますよ。 確かに診察が出てね、勝手に診察を出してね。で、お店は機械を新しくしなきゃいけない。100万、200万かけて。大変ですよ、負担が。牛丼チェーンとか全部新しくしたでしょ大変なんですよ、経費が。まあ、そんなことも考えるとね、店も、あもうやめちゃった方がいいかなって言って、これを機にやめちゃったお店とかあるんですよ、個人商店とか。やっぱ新しいね、お札に対応しきれないんですよ。 あの本当にあの機械がね。うん、だから、やめちゃってるお店とか出てきてますよ。せっかくね、そういうレジみたいなね、お札を勝手に入れるやつを導入したのに、え変、ー、買えなきゃいけないんだってね。もうびっくりですよね。まあ、いや、生きにくい世の中ですよ。どん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 景気は落ち込んでいきます。うん、もうあのブランド品なんかね、あのこぞって買うような、あそういう勢いは日本でもそうですけど、 ヨーロッパ全体なくなりました。だからブランドの品物は当然売れなくなりますよね。で、車も売れない。まあ、高い車ほど売れないわけですよ。もう高い車買って祝っていいだろうっていう時代はもう終わったんですよ。だから大変なことが今起きて進行中です。これ日本はもっとすんごいひどくなりますよ。もっともっと。びっくりするぐらい。まあもう手に負えないぐらいひどくなる。 だから世界大恐慌の入り口に今入ってるんですよ。本当に。うん。間違いないんです。でも世界大恐慌と第3次大使大会は、これセットですから。セットなんですよ。第2次の時もセットだったです。セットなんですよ。だからこれはね、必ずなる。両方来る。今は、あの、早いからね。あの、周りが早いでしょ。インターネットがあるので、情報の伝達が早いので、 昔は時間差で来たんですよ。10年遅れたりとかね。だけど、今、あんまりね、その、時間の差がなくなってきてますね。だから、ほぼ同時に全部来ちゃうと思いますよ。とんでもないことが。まあ、これはもうね、生き残るのがものすごい大変。大試練の連続ですよ。まあ、この中をどうにか、這い、つくばってでも生き残んなきゃいけないですから、よっぽど備えていかないといけないですね。気合い入れてね。 まあこれ本当にね、もう命がけですよ。気合入れないと難しいと思います。まあ、いろいろあります。いろいろあるけれども、もう備えて丁寧に努力して備えていくっていうのしかないですね。生き残る方法はね。もうとにかく自分で試して備えて、試して備えて、これはいいぞ、これはいいアイテムだ、試して備えて。まあ、それを繰り返しながら、まあ、備蓄を充実させていくというのが一番いいと思いますね。 まあ皆さん頑張りましょう。応援しますんでね。何が何でも生き残って、未来、5年後、10年後、自分の目で確かめてみてください。いろんなことが起きた後、ちょっとほっとして、世界を見渡して、ああ、こうなったのか、こういうふうになったんだ。いいこともありますよ、もちろん。悪いことばかりではありません。いいことあるんです。終わればね。い悪いことまず乗り越えないと、いいことは来ないですから、<laughs> まず悪いことを乗り越えなければいけないということですね。 頑張っていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。